三日月。この空は。わからない。急に。あの世界とこの本丸を繋いだ。しかも再構築を始めている。再構築ですか。面影さんは、うん、一緒じゃないのか。後にしましょう。皆様警戒を。この本丸に時間素行軍および虫が攻めてきます。おっと、またもや本丸の危機かい。帰り討ちにするぞ。あちらの世界への侵入を防ごうというのでしょう。敵はこの本丸の壊滅を狙っているようです。こんなに乗り込んでくるなんて、僕らを追う気満々って感じだね。どいつもこいつも切り捨てるだけだ。ああ、全員で生き残ろうぜ。いざ全部隊出陣ってな。新たな流れが検知されました。ヤマンバ隊長、俺の仕事じゃない。時間素行軍は俺たちを追うつもりらしいんだ。この程度の驚きでは負けてやれないな。こっちだ。絶対にみんなで守ろう。準備はいいかい。何度も言わせる。俺一人で修理する。お狙ったつもりか。この調子で敵を驚かせていこう。敵の増援だね。さすがだ。これで終わるほど甘くはないか。その執念ごと切って。あら、来るぞ。空模様には驚かされたが、この程度の驚きじゃ本丸は渡せないな。キル。俺は偽物なんかじゃない。つるさんか。楽しいね。キル。おっと、敵のおかわり。こりゃまだまだ仕込みがありそうだな。何を歩きているんだか。この程度死ぬだけ安い。いい調子で戦えているね。逆境もかっこよく乗り越えていこう。様子が変わったような。力を増幅させているようです。敵の体調核を優先して倒してください。どうだ、俺たちの力を舐めてもらっちゃ困るぜ。あなたが何体くんも関係ない。全て君だけだ。無茶は禁物だよ。ここで折れるわけにはいかないからね。ただどんな時もかっこよく生きたいよね。お願い。
愛らしくなってきた。泥臭く粘ってみせるか。これでも実戦向きだね。僕を折るにはまだ足りないかな。誰一人壊せ。絶対に抜くな。血で汚れているくらいでちょうどいい。切る。俺は俺だ。なかなかやるな。かかれ。最後まで気を抜く。行け。ああ。あなただ。ついに大将が出てきたな。俺たちの粘りように驚いたか。すっごい。あ、ゆうき。油断大敵。走りすぎないでくださいよ。切る。俺は俺だ。消失。敵の撤退を確認しました。ソラ、任務が終わったぞ。どんなに強くなっても所詮は写しだ。なんとか乗り切れたね。みんな大丈夫？まったく、数で押すとは芸がない。次はもっと驚きが欲しいもんだな。言っていろ。彼らに目をつけられてしまったようです。調査を完了し、敵を完全に殲滅しない限り、この本丸に未来はないでしょう。ならもう一度乗り込むだけだ。言われずとも当然だな。敵の大元を断つ。何を犠牲にしても守らねばならないか。主の帰るこの本丸をな。行こう。もう一度あの世界に戻るとして、向かう地点はどこになる？目指すは大阪の陣。いえ、再構築された今はあちらの世界で浮上した流れの一番先となります。まあ、五つの夢の支配者たるもの、採用で玉座に控えているのが定番でしょうね。あちらの世界を牛耳る者に心当たりでもあるような言い方だな。面影が豊臣秀頼を怪しんでいた。今もあちらの世界で追いかけ続けているはずだ。何？単独でか？それは危険だ。僕らもすぐに夢の主を追った方がいい。再構築の最中ゆえか、まだ先が読めません。現れた地点の流れを修復しつつ探知を進めなければ。最初の出陣可能地点は天正十年の本能寺の変です。そりゃ覚えがある場所だが、もしかしてまた信長さん絡みか？人気者なのだな。抜かせ。
検出されました。織田信長は羽柴秀吉を従え本能寺にて待機、完全に明智光秀の謀反を先読みしているようです。以前俺たちが当たった状況とはまるで違うぞ。再構築で流れが全面的に変わったのだろう。一から攻略し直しだな。圧倒的に優位なのは信長さんか。もし時間素行軍と組んでるならなかなか手強そうだ。新たな流れが検知されました。異様な空気で満ち満ちている。無理にねじ切りつなげた夢らしい景色だ。ここが本当に本能寺なのか。明智軍、織田軍、そして時間素行軍がこの中にいるのは確かです。危険覚悟で炎の中に飛び込むわけだ。しびれるじゃねえか。目標は明智光秀救出。全員突入するぞ。晴れ舞台の振る舞いにこだわるのは同意だよ。この力素敵だね。この力素敵だね。いいね。悪くない代物。いいね。悪くない代物だ。おさふね派の僧、光忠が一振り。参る。織田信長と時間素行軍の反応を検知。明智光秀が集中攻撃を受けているようです。やっぱりそういう展開になってたか。早く助けてやらねえとな。この付近の大砲も明智光秀を狙っているが、まずはこれらを止めるぞ。華麗にね。やらせるな。光秀を攻撃していた大砲は止まったな。今のうちに救出へ向かうぞ。あの青い炎、先ほどまではあったか。解析結果が出ました。青い炎ですが、どうやら別の場所へつながっているようです。他に行けそうな道もないな。あの炎の先を確認するぞ。やっ、本当に別の場所に出たな。これなら先へ進めそうだ。なるほど。同様の炎を見かけたらどこへ繋がっているか確かめてみる。どうだい？それにしても道が混沌としているな。光秀のところまで行けるかな。なんとしてもたどり着いてみせるさ。なんじゃお前たちは。信長様の邪魔はさせんぞ。秀吉、まったく、なぜ本能寺にいるんだか。
始めようか。防御しても無駄だよ。行こう。ここで華麗に決めてこそだよね。決めよう。青い炎が出現したか。では先へ進もうぞ。秀吉がここを守ってたんだ。光秀がいる場所は近いんじゃない。戻ってきたのか。急いでいるというのに。仕方ない、一度戻って別の炎を試すぞ。救援対象が苦戦しています。時間を過ごせたね。貴様らの相手などしておれぬわ。織田信長が本能寺へ逃亡しました。明智光秀はもう大丈夫だろう。織田信長を追うぞ。光秀の討ち死にから謀反失敗へと演算結果が変わりましたね。今回時間素行軍と組んでるのは信長さんってことだな。しかも俺たちが調査に当たった時の妙な家臣への優しさは消えているようだ。魔王健在というわけか。この緊急時に手間をかけさせてくれる。苛立っているのか長谷部。当然だ。本丸がいつまた襲われるかわからない。主が帰る場所を守れるかどうかの瀬戸際なんだぞ。こちらにいるはずの面影も気がかりだ。第三部隊の仲間を放ってはおけない。俺は別に何も言っていないが。わかるさ、俺たちも同じ気持ちだからな。さあ、追跡あるのみだ。現在の織田信長の動きを割り出してくれ。手勢と分かれ単独行動中です。
向かう先に何が。これは新たな敵でしょうか。織田信長を追跡し合流を阻止してください。わかった、行くぜみんな。新たな流れが検知されました。かっこよく行こう。俺なんかで。面影ではない。面影が失ったもう一振りか。押し切る。その姿、俺たちが油断するのだ。手を阻むなら倒すだけだ。行こう。華麗にね。かかれ。頼むよ。分かっている。進めそうな道もない。ではまずは目の前の時間阻行軍を打ち果たす。どうだい、こっちだ。お、あの炎が出てきたぜ。他の道は崩れてしまっている。先へ進むにはあれを使うしかないだろう。時間速報軍が青い炎を隠しているようです。倒さなければ僕へは進めません。心配せずとも敵は全て切るさ。以前の調査で訪れた本能寺と全く異なるようだ。何が起きても不思議じゃなさそうだ。注意していかないと。炎が出現したな。奥へ進もう。ここにもいない。あいつもっと奥へ行ったのか。ならばこのまま採用を目指す。決めよう。時間速攻軍どもを倒して道を開くぞ。
開けたな。炎の先へ進むぞ。ここにも奴はいないか。だが確実に追い詰めてるはずだ。敵を倒して早いとこ追いかけようぜ。華麗にね。時間速攻軍の増援です。注意してください。すべて切り伏せて進むまでだ。一向に姿を見せない。行ける場所はあらかた探したと思う。誘い込まれているというのは考えすぎる。お前の全力ならまだいけるだろう。本能寺の内部で二頭達の場所は一箇所だけです。おそらくこの炎の先が。全員警戒は怠るなよ。行くぞ。ここにも何だと。探す。取り逃がしたか。今は目の前の敵を倒すしかない。骨のありそうな相手だ。注意せよ。始めようか。防御しても無駄だよ。ここで華麗に決めてこそだよね。勝負だ。あっ、決まった。力がみなぎってくるのを感じる。いい時間を過ごせたね。時間速攻軍が全部倒したな。だがあの面影の姿をした奴はどこ行ったんだ。ここへ逃げ込んだはずの織田信長の姿も見える。どこかで見落としたのかもしれん。一旦引き返すぞ。逃げられたか。大丈夫か。ああ、損傷は軽微だ。それよりあの面影、一体どういうことだ。さっぱりわからん。三日月、あんたは何か知っているのか。いや、ただ予想をつけただけだ。先ほど見たのは面影からかけたもう一振り。面影が数振りの刀が集まった存在であり、出陣中に一部欠落しているのは皆知っての通りだな。ヒューガが時間素行軍の干渉を受けながら戻ってきた時、面影の動揺は尋常ではなかった。面影も誰かを失って救えなかった経験があったから驚いたのだろう。誰か。あいつはずっと単独で行動していたはずだが。面影が失った誰かとは、欠けた一部、自分のうちに存在した一振り分の人格だ。なんだと。そんなバカなことがあるか。刀剣男子が二人に分かたれるなど聞いたことがないぞ。しかし面影に関しては複数の逸話をうちに持っていることが稀有だ。それは確かにそうだな。一番大きな逸話で保持されていると聞いたが、それでも不思議だと気になっていた。複
数の逸話を一振りの刀剣に集めるなら少々無理があるのではないかと。そういや、面影は俺たちの仲間になることを自分には過ぎたことだと言っていた。あれも妙だった。面影には刀剣男子として不完全異質だという自覚があったようだな。だが異質なのは俺たちの本丸も同じ。漂流を余儀なくされたのは過去に受けた時間疎行軍からの襲撃。狙われたのはサニワの歌。思うに強襲調査の出陣対象は最初から抹消も厭わないつもりだったのだろう。訂正はなしか。俺たちも面影も互いの立場など知らされてなかったわけだ。まあそれは一旦置いといて、今は面影の状況だけ整理するぞ。つまり数振り分の逸話を持つとは、心の内に複数の人格を抱えているようなもの。そのうち一人分が抜けて今は時間疎行軍の手に落ちちまってるってことだな。紺之助、面影が俺の読み通り試験的に権限された刀剣男子で一部が敵方だとしても、共に戦場をかけてきた俺たちの仲間であることに変わりはない。必ず合流できるよう取り計らってほしい。面影と力を合わせなければこの調査完了できないからな。承知しました。とにかく今は義士の進行を止めるのが先決です。気を抜かずに進めてください。演算結果が変動しています。予想していない展開です。時間疎行軍と組んでいたのは信長さんとは別人か。面影のもう一振りが介入しているわけじゃないんだな。あの者の気配はすでにこの本能寺から消えています。何がどうなっているのか詳細が解析できません。混沌とした状況だな。ここから正師範疇として辻褄を合わせるには、織田信長を討つ者を抑える。急ぎ信長を追うぞ。新たな流れが検知されました。あれは刀剣男子と言ったような。黒田勘兵衛、あんたが織田信長を斬ったのか。なぜお前が羽柴秀吉に天下を捧げるためか。さてこの願いは誰のためのものだったか。私はなぜここにいるのか。全ては夢、幻だ。蝕まれ、抗えない。お前たちこそなぜ平気で立っているのだ。ああもうじきあれが来て私を食らう。あとは誰かの願いへと虚しく溶け合うだけだ。あれだと、まさか。虫の出現が検知されました。討伐し義士を消滅させてください。私にお任せください。力を尽くすのみ。
陣いたしましょう。攻撃が危険だ。注意してくれ。またあの虫と戦うことになるとは。一度は倒した相手、何度来ようが負けるはずがない。角で攻撃してくるつもりか。構えろ。立てる。勝負あった。崩した。今が好機だ。ああ、仕切れ。あの虫はヤマンバギリたちが倒したんだ。なぜまた現れたの。世界の最高地から出るのは怪しい。他の虫も復活している可能性がある。危険な匂いだ。よく来るぜ。さあ勝負。引いてもらうぞ。前よりしぶとくなってないか。二度目だからと楽はさせてくれないようだ。すべて夢幻、蝕まれ抗えないか。黒田官兵衛の剣どうも引っかかる。そのすべてというのも俺たちも含まれてる。ま、考えるのは後だな。今はこいつを何とかしねえとは。大技の予兆だ。注意せよ。さける。勝負あった。弱ってきた。あと少しねじ伏せるぞ。はい、わかった。貫かせてもらうぜ。触れれば切れるぞ。蹴散らすまで。息を合わせる頃合いですね。今だ。さあ、充実した時を過ごせたな。これでしまいだな。じきにこの世界も崩落を始める。急いで騎乗を。意識が
蝕まれていく。感覚か。ヤゲン、コンノスケ、二人は大丈夫だった？ああ、大丈夫だ。少し休めば動けるようになるだろう。皆様には保護強化機能を付与していますが、それを凌駕する攻撃で内部が蝕まれかけていました。やはりあの面影の一部が夢の主なのでしょう。うん、黒の面影は結局逃してしまったけど、この流れの終点まで行って追い詰めるしかないんだよね。なんだその黒の面影ってのは？呼び名がないと不便だからね。面影さんとは区別してみたんだよ。私たちがよく知る面影でしたら、もしかしたら居場所を特定できるかもしれません。本当か？どこにいるんだ？義士を消滅させたことで次の地点を検出できそうです。解析にはまだ時間がかかりますのでお待ちください。